はい、キャタピラっていうメーカーのスマホなんですけど、日本キャタピラもあるのかな、あの重機のメーカー、重機のメーカーで、これなんで選んだかっていうとね、このスマホにはですね、サーモグラフィーがついてるんですよ。これあの撃った後、イノシシとか撃った後に血痕が分かるっていう、縦面ここ立っちゃうけど、ここだけでも足跡が多分ね、ほら、あ、本当や、残るんだ、残る、全然皮があったかいよね、やっぱ。この携帯しかないんですか、こういうのって。一応スマホ、あのあれ iPhone 用にもカチャってつけるやつがあるらしいけど、これ6万ぐらいかな。6万ぐらい他には機能ないんですか。あとはこの SOS ボタンが、なんすかこれ開けて押すと、決められたあの番号に決められた文章が送れるっていう、GPS の座標と一緒に、使うことあるんですか。使うときは死にかけてるときやろうな多分ね。あ、で便利ですね、ただこれ電波入ってないところで使っても意味ない。あ、電波入りづらいんですかこれ。入りづらいね、今全然電波入ってないから。見た目、あとあれですよね、こう画面強そうですよね。そうそう、で防水もありやしね。あ、なんかミルスペックって言って、一応その軍で使えるぐらいの基準は、戦車が乗っても割れないっていう。戦車乗ったら割れるかもしれない。すごいいいですね。いつ買ったんですか。これでも先月ぐらい。あ、先月ですか。最近じゃないですか。最近買った。防水の長いな。前まで iPhone6 やったから。ちゃんとそういうメーカーがあるんですね。キャットね。じゃあどっかあの持っていくときは。キャタピラどっか持っていくことあるかな。あの修理とか修理とか。修理どうなんじゃろう。修理せん。郵送するからなんかこう。あ、そうなんです。うん、多分。問い合わせとかするとき。あ、全部。代理店で売ってないと思うから、これ通販で買ったから。いや、レアじゃない。レアじゃない。レア。レア。キャタピラ。本当のあのサーマルスコープ買おうと思ったら、10万とか、15万、20万するから、もうこれついてるやんと思って。結構しょっちゅう使うんですか、あのサーモ。実はあんま使わんの。撃って逃げたときには使うかもしれない。なるほどね。